黄色のマットカラーでいってみたいと思います。じゃあこの調子でちょっと6枚の方もやってみましょう。ポイントとしては普通の声ダックスフリーとはまたちょっと趣向の違う、じっとじゃっとハンドメイド。 Hello everyone、 どうもやってまいりました、さや工房プレゼンツじっとじゃっとハンドメイドのお時間です。お送りするのはもちろんピノンです。よろしくお願いします。今回は小枝アクセサリーに挑戦しようと思います。小枝アクセサリーは以前にも作ったことがあって、あのハンドメイドの図書館でもご紹介してるんですけれども、今日はスペシャルバージョンをちょっとね作ってみようかと思いまして、小枝アクセサリーで多いのが粒がやっぱり1粒とか3つのビーズを通したりとかっていう1から3個ぐらいまでのものがすごく多いので、3から5、6、10個とか小枝アクセサリーに通して作ってみたらどうなるのかなっていうのと、あとはその小枝のアクセサリーは枝っぽくなってるんですよね。こう左右交互にこうちょっとバラバラって出てるんですけど、枝の出し方をちょっと変えたりとか遊びつつ小枝アクセサリーを応用してみようかなと思っております。アレンジバージョンいってみよう。それでは今日使うものをご紹介したいと思います。以前使ったビーズなんですけど、まあ、4ミリぐらいのものだったりとか、こうした小さいので3つつないだりとかしていたんですけれども、今日はですねさらにもっと小さいマルショービーズというね、これぐらいのちっちゃいビーズを使いたいと思います。そして小枝アクセサリーで大事なのがワイヤー、こちらの 0.4 ミリを使いたいと思います。どの色を使うか、ちょっとねマットのビーズが可愛いかなと思って黄色のマットカラーでいってみたいと思います。はい、あ、でいっぱい出てきた。ビーズの大きさをチェックしてみましょう。もうちっちゃいですね、だいぶ2ミリに2ミリかな、逆縦だとまあさらにちょっとちっちゃいですね。うん、 1.6 ミリぐらい、こんなねちょっとミニミニなビーズを使っていきたいと思います。3個バージョンいってみたいと思います。ワイヤーを30センチほど今取りました。半分に折ってその真ん中に通していきます。こんな感じで3個通しました。はい、ワイヤーの間にちょっと指を人差し指を添えて、でこのビーズのところを押さえてクリックリッと、ちっちゃい、細かいですね。こんな感じになります。でこれをもう少しこういう風にちょっと巻いていきますね。こんな感じでまずできました。うん、3個やっぱり可愛いですね。さあ4個どうでしょうか。こんな感じ、3個バージョンと4個バージョン、5個バージョン、あ、可愛いですね、なんか、うん、お花みたい。5個だと5枚花みたいで可愛いですね。じゃあこの調子でちょっと6枚の方もやってみましょう。はい、じゃあこれで6個通します。偶数なのでこんな感じでね、6個も面白いですね、可愛い、存在感があっていいかも。こんな感じでそれぞれの個数によって違いですね、こんな感じになりました。ちょっと私が気になっている10個をやってみてもいいでしょうか、うん、10個ってもうねそもそも 小枝なのかっていう話もあるんですけど、8、9、10、はい、できました。別物これ別物感ありますね。ちょっとこちらがね存在感があって可愛いなと思ったので、これでこの3個バージョンと6個バージョンでね遊んでみようかなと思います。はい、ちょっとねあの小枝で思い出したんですけど、その CM で森田剛がねすっごい若くてあの可愛い森田剛があの小枝っていうそのお菓子の箱を見て小技って読むんですよね。それで私もなんか普通にその商品小技だと思ってたんですけど、あのそんな思い出にちなみにつつあの小技の効いた小枝のアクセサリーをお届けしようかなって、うまいアクセサリーの方を作っていきたいと思います。3個バージョンと6個バージョンの方で早速モチーフを作っていきたいと思います。まず3個バージョン作っていきます。それでですねこちらの赤いビーズを使おうかなと思います。で6個の方にはこちらのね、マーブルカラーのアジサイのようなお色のビーズ使
使っていきたいと思います。ワイヤーをこれを40センチほどに切りました。でこれを半分に今折った状態です。まず3個バージョンなので、3個通していきます。でこれをワイヤーの真ん中に折り返したところに持ってきます。このぐらいのところで、ちょっとこれ隙間が気になるのでもうちょっとギュッとさせましょう。こんな感じかな。でもう一方に通します。で今回はですね、等間隔に、通常のやつはこんな風に枝、まあ小枝なので枝らしく主流で、ここに幹があってまた枝があって幹があって枝があってみたいな、こう互い違いに長さが違ってたりとかして、あの枝になってるんですけど、今回はですね応用編ということで、でここで幹を作らずにもう一つ同じ長さで枝を作ります。でこの支点を押さえてくるくるくると、できました。こんな感じでどうでしょうか。かわいい。こんなね、なんか小花が散らばったような感じのにしてみました。でこの上もこうやってねじって、でこの上はこのちょっとここら辺にこのぐらいの位置でちょっと管理したいと思います。でこれをここを押さえてバッテンになってる場所ぐるっと2周ほど 2,3 周巻いちゃいます。しっかりと力を加えて巻きます。で余分な部分をカットして平らやっとこでなじませます。できました。こんな感じで均等に枝が出た感じの小枝アクセサリー応用版で、6個バージョン、こちらの、ワイヤーはですね60センチほどちょっと長めに取っております。これもまた半分に折ってとにかく通していくという精神の集中コーナーになっております。今度は6個バージョンなので6個通していきます。6、ねじねじと、はい、こんな感じですね。やっぱりギュッとなってる方が可愛いのでちょっとギュッとさせちゃいます。こんな感じ。ポイントとしては1本目の枝は少し長めに最初になる点のところにこう指をちょっと添えて、でこのビーズをつまんでねじっていくと。でそうするとこの押さえられてるところまでが、この支点にしてるまでがねじりが入っていく。でこの支点の先もなるべくギリギリまで、ここら辺まででねじりが終わってるとちょっと不格好になるので、ここもしっかり支点の指で支えた部分までねじりを入れておきます。幹を作りやすいんですよね。でここからこの幹をね作ります。幹は今が4ミリぐらいにしてみましたね。はい、ちょっと短め。でまた幹を作ります。なるべくこの長さ同じぐらいに進めていきたいんですよね。特に長い方とかがあればその長い方に通した方がいいですね。こんな感じで今4本枝ができております。でさらにもう1本ぐらいちょっと作りたいと思います。はい、こんな感じでちょっと長さもいろいろとちぐはぐな感じにしてみました。こんな感じで小枝のアクセサリーできたんですけど、これをですね前後にこう動かす、いろんな方向に向けるとさらに可愛いよっていう、互い違いにねこんな風にしたりとか、あとはあのもう一つと作って2本作って、さらにそれをこういう風にね重ねたりとかして、さらにボリュームを出しても可愛いですね。こんな感じでね、うん、先ほどですねちょっとこう試しで作ったこの10個気に入ったので、あのこれでやってみたらどうかなと思って試してみたんですけど、
ちょっとねこんな感じで、なんかね葉っぱみたいな、でこれなんか全部緑にしたので葉っぱっぽいんですけど、今なんか全部色違えても可愛いかなとか思って、で今回はこちらの緑のビーズを使いました。まあせっかくなのでちょっとさっき作ったねお花っぽいやつとこうね重ねてみたらこう可愛いんじゃないかなっていうのもあって、こんな感じでね、なんかピアスとか普通の声だくすりとはまたちょっと趣向の違う声だくすりの技を使ってるけど、まあだいぶイメージの違う作品になって楽しいんじゃないでしょうかということです。楽しいんじゃないでしょうか。お疲れ様でしたということでね、はい、小枝アクセサリーのアレンジバージョンということで、はい、いろいろとやってみました。かわいい、本当に奥が深いなって思ったんですけど、まあ、色のビーズを使うっていうのとビーズの大きさがね小さいものを使うっていうのでだいぶ雰囲気が変わるなっていう、3粒で2つパターン作ったんですけど、これはね長さが違うだけでもだいぶイメージが変わるんだなっていう、こう長さもちょっと好みで変えたりとかしても楽しいし、ちょっと10個15個ぐらいまで通してみたらどうかなっていうのだったんですけど、イヤリングとかピアスとかのこんな感じでもう可愛いんじゃないかなと、はい、なんかいろんな表情とか種類を作れそうだなと思いました。でねじる時のコツとしてはですね、視点を押さえてビーズの方をねじっていくと、でそこの時にねじりすぎず、大きいビーズを使うときにはあまり気にならないんですけど、小さいビーズを使うときはビーズの合間にねこの隙間ができやすいので、そういうときはこのビーズの元ら辺を平やっとこで押さえて、さらにビーズの方からねじりを深めていくとっていうことで、より理想の形に近づけるかなと思います。今日は小枝アクセサリーのアレンジバージョンに挑戦しました。皆さんもよかったらもじもじしてないでね、ネジネジしちゃってはいかがでしょうかということで、今日も見てくれてありがとうございました。またすぐお会いしましょう。 See you soon! バイバーイ。じっとじゃっとハンドメイド。